電車売上の EF55 形式電気機関車は昭和11年に誕生し、全部でわずか3両しか作られていません。 EF55 形式は他にはない様々な特徴がある珍しい電気機関車で、先頭部分がアルミを帯びた流線形になっています。通常電気機関車は車両の前後の形が同じですが、 EF55 形式はこのように先頭部分の形が前後で違います。終着駅では蒸気機関車と同じように電車がという華々しい
ごい、そういうわけじゃない、たまたま。だから、車両が全て入れ替えで入るんだ、こんな。だから、そんなによって。でも、船を動くの？電車内周囲の